レッドアイズは1999年日本人のスーパースターを生むためのレッドアイズフィルム。なんかの時にサマーキャンプに行くんですよ。タカちゃんは光ってたね。カズがね、イケイケの俺に背筋ゾクッとさせた最初のやつなんだよね。Yeah.